で他の場所に行けばですね、うん、その土地が私有地であれば、はい、その土地代が、米軍が使用している土地、土地代が入ってくるわけですよ、はい、例えば高屋の場合はですね、うん、もう全部が国有地なんですよ、うん、こういう地なんですか、はい、あということは、いわゆる借地のその権料は誰にも入らないんですか。誰にも入らないですね。はあ、じゃあ、こんな言い方すごく失礼ですけど、その米軍兵たちが、お金を落としていくような経済基盤みたいな、はい、そういうものはいかがですか。一切ないですね。はあ、もうお住まいになるお家ばっかりですか。はい、あ、だってやんばるの森ですもんね。そうです。何も開発なんかできませんよね。さまざまな規制が。ここにはですね、うん、沖縄県民が飲んでるダムがあるんです。水がめが、うんうん、それがですね米軍基地の中にあるわけですよ。でそこの米ダムの中にですね、はい、手榴弾とか、今まで使った、この弾がですね、はい、あれいつだったかな、2年ぐらい前にですね、1万発ぐらい、この1万発っておっしゃいました、はい、そのダムのところから見つかったんですか。ダムの中から、中から私たちが飲んでる水のダムですよ。うん、でゴミ捨て場状態にですね米軍はそうやって使用してるわけですよ。うん、その水がめの状態になっている水源というのは、はい、まあこれ少ない多いが問題ではないんですけど、ものすごく沖縄県の方々にとって多くの方が使われる生活用水なんでしょう。そうです。この水は那覇にも行ってますし、はあ、もう本当にもう中南部の方のほとんどがですね、このやんばるのからの水を利用しています。ということは沖縄県で一番大きな水がめと言ってもいいですよね。そうです。 60% ですからね、もう一番大きな、水がめになってます。ではもうやんばるの水を飲めるなんて普通羨ましいっていうね、はい、美しい水に違いないって私なんかはイメージしますが、実は手榴弾が1万発。そうですね。その中にはどんな成分が含まれてるかって本当に心配になりますよね。はい、もう本当にもうただもうこの調べただけでこれぐらいでですね、もっともっとね、はい、ちゃんと調査すれば何があるかわからないんですよ。だから他に化学物質などね、ないのかどうかなど、いろんな意味でそれは調査してほしいって思われますでしょうね。そうです。あとベトナム戦争の頃にですね、はい、米軍が枯葉剤をベトナム戦争で撒きましたよね。それが沖縄で実験して使用、うん、沖縄のやんばるで使用したと。ああ、そうですか。いう米兵の証言もですね出て、今沖縄ではその枯葉剤の調査も、うん、始まっているところです。そうなんですか。はい、大変失礼ながらね、はい、このお話、高井のお話をこの大阪近辺の皆さんはご存じない方が私ほとんどではないかと思うんです。そうですね。どうしてこのお話が広く伝わってないんですか。もうこの問題が起きて、私たちももうずっと5年間座り込みしてますけども、はい、沖縄でも本当にもうそんなに知られてないんですよ。沖縄でさえ、はい、どうしてですか。だからこれ、普天間とかですね、はい、辺野古の問題は、うん、新聞とか、ね、報道でよく出るんですけども、うん、高井の場合はもうほとんど出てこない、うん、だから本当はですね、うん、普天間も辺野古も高井もつながってるんですよ。つな、うんね、がってるっていうのはどういうつながりですか。このやんばるはヘリの訓練場ですから、はい、飛んでくるとこは普天間、うん、から飛んでくるわけです、うん、でキャンプ周波からも来るわけですよ。まあ、海兵隊ですよね、はい、うん、でそこの、やんばるの山の中では、米軍がこのジャングル戦闘訓練を、うん、やるとこですから、うん、そういうことはね、はい、足峰さん、今普天間のままではいけない、どこへ移すかって話にはなってますが、はい、たとえ
どこかに移ったとしても、はい、沖縄県内であればね、はい、どこかの基地から必ず足峰さんたち高江の訓練場にヘリはやってきて、はい、やっぱりヤンバルの森で訓練をし、はい、様々なもの汚し方をする可能性があるっていうことですよね。そうですね、これはもう沖縄は、どこに移っても、このヤンバルとかですね、はい、あと伊江島にも基地がありますけど、はい、そういうところに行くわけですよ、うん、だからこれはもうぜひですね、自分の国に持って帰ってもらいたいというのが私たちの思いですけど、うん、つまり、まあ、あのアメリカに持って帰ってくれと、はい、海兵隊全部持って帰ってくれっていうのが、はい、橋峰さんの思いでらっしゃるわけですけど、ラジオネーム川の底さんという方がね、こんな情報をくださいました。名護市の市長さんの稲峰さんが、はい、ワシントンに今行ってらっしゃるというのをご存知でしょうか。はいはい、はいはい、知ってますね。もう橋峰さんもちろんご存知でと思うんですが、はい、あのなかなかこれ本土の方でご存知の方少ないと思うんですよ。でこの川の底さん自体もね、うん、あの沖縄タイムスのインターネット版で知ったんだそうです、うん、で本土ではなかなかこれが報道されていないように思いますとおっしゃるんです。稲峰さんはワシントンにもう具体的に普天間はもう辺野古に持ってきてもらっちゃ困るという反対の意思を直接伝えにアメリカ行かれたんですってね。はいはい、はあ、これは沖縄で大きく伝わってるんですか。そうですね、沖縄ではもう大きく伝わってるんで。足峰さん、今度のまあこのヘリパッドの建設の問題はですね、国際自然保護連合というところが日米政府に代替案の検討をなんか勧告してるというニュースも出てますよね、はい、これはまあこういうことで少しでも国際的にこの足峰さんたちのこの窮状というものをもっともっとこう知ってもらう必要はありますよね、こういう機関通して。そうですね、うん、先ほどもありましたけども、沖縄のマスコミはこの取り上げてくれますけども、うん、本当とこのね、内地の方の、うん、もう新聞でもテレビでもですね、うん、ほとんども取り上げてくれない、うん、まあ恥ずかしながら私は知りませんでした、はい、この特集をね、調べる前までは全然知りませんでした。やっぱり本当にこれをお伝えしなきゃいけない事実ですし、あの反対の署名も2万通超えて国会に持っていかれたことがあるんだそうですけど、はい、なんか国会は動きましたか。もうまあ最高のなんていうんですかね、はい、自民党の頃ですよね、これあの話が持ち上がった持ち上がったのはね、はい、政権が変わってですね、動きますか。私たちもちょっと期待はしてたんですけども、まるっきり変わらなくてですね、もっとひどくなってる状態ですけど、民主党政権になってさらにひどい状況だと感じてらっしゃいますか。そうなんですか。まずはこれ多くの方が知って、ね、どうあるべきかを考えるっていうところから始めるしかないと思います、足峰さん、子どもさんたちも危険と隣り合わせの生活だと思いますが、はい、どうかなんかお元気でっていうのを申し上げるのも失礼とは思いますが、はい、とにかく元気でいらしてくださいね、これはもうですね、まあ、自分たちの問題でもありますけど、またその未来の子どもたちのためにですね、はい、やっぱり残していかなくちゃいけないものですから、そうですね、ぜひこれはもう作らせないようにですね、時間はかかるかもしれませんけども、ちょっとずつでもですね、皆様に伝わるようこっちもいろいろ頑張ってはいるんですけど、はいはい、どうもありがとうございました。沖縄県高江の住民でいらっしゃいます足峰、ごめんなさい、足峰源達さんでした。